るってことで、皆さん今日もポチッとありがとうございます。本日はなんと山陰に初めて行ってきたと思います。今日前回 YouTube であげたんですけど、病院を変えましたと言ってからそちらの病院に今日初めてね行く日なんです。めちゃめちゃ緊張するので、今日は旦那氏についてきてもらいたいと思います。行くね。ありがとうございます。お仕事忙しい中すごい緊張する。はい、ということで本日は病院の名前はちょっととある理由で言えないんですけど、まあ誰もが知ってる病院ですね。東京の都内ので検索したら結構上位に出てくるようなところに行かせていただきたいと思います。そこで決まればいいんですけど、まあちょっとね今日検査したり、あとは紹介状をもらっているので、今産婦人科に通っているところから、だからそこから招待状をお渡しして、まあ特に異常がなければ大丈夫だと思うんですけども、ドキドキしながら行ってまいりたいと思います。レッツゴー。めっちゃマスク取って目で歌いたい。ヤッホー、話がボケてますが、まあ大丈夫。おー、行っちゃった。タクシーで病院に向かっています。もう少しで着けますね。一応ね、住む場所バレねえ。タクシーで行ける距離ってどう？タクシーで1時間。おアホやん。まあでも僕運転できるからね。はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。疲れた。長すぎた。長かったね。しかもまさかの僕入れないっていうね。そう、でもなんか中には人男っていたからあれいいのかなって思って、でも一応紙にはなんかダメっぽいこと入らないでくださいって書いてあったけど、まあコロナで変わったんだろうね。うん、まあ最初だからちょっとビビっちゃった。いやでもまあまあ外でずっと待ってたけど、うん、まさかの入れなかったね。びっくりしたね。いやでも本当に付き合ってくれてありがとう。ビビってたし、いろいろと説明とかもあったからね。入院の貴族みたいな病院だったね。もうね全員ゆっくりなのよ。さっきも言ったけど、なんとかさん失礼します。ほんまに走れってな。そうで、看護師さんの説明もなんか一人一人についてくる来てくださるわけよ。うん、えお付きみたいな担当みたいな、うん、その人も説明もめっちゃゆっくりな。もう早くして、早くしておったけど、こっち早くラーメン食べに行きたいのにね。ゆっちゃんは早くと思うけど説明してください。しかも書いてあることだから、うん、もういいのよ。だけどね、ちゃんと聞きましたよ。なるほどね。せっかちにはちょっと大変かもしれない。うん、関西人大変。いやでも本当待っててくれてありがとう。もうちょっともうなんかでかい病院すぎて、なんか手順とかがわけわかんなくてさ、あっち行ってこっち行ってね。そう、もうこう行ってあえてさ、なかなかそれも大変だ。すごい素敵なところでしたけどね。うん、じゃあもう予約しちゃったもんね。お金も払っちゃったよ。やばい、高い高い。金額は今度はい、ちょっと詳しくはね。はい、じゃあね。とりあえず行けたということでありがとうございます。はい、ということで病院に行ってきてからちょっと数日は経ったんですけども、金額が本当にびっくりすぎたので、金額をちょっと発表していきたいと思います。こちらがね、病院からいただいた資料なんですけど、まずですね、部屋が4つあります。 A タイプ、C タイプ、D タイプ、E タイプってあるんですけど、だいたい正常な分娩だと7日間になっていて、帝王切開だと9日間っていうね、入院の日にちになってくるんですけども、まず E タイプ、一番下のランクで123万円から、一番高い A タイプは224万円からです。やばいね。で、帝王切開だと保険が効くから安いのよ。安いんだって知らなかった。安くなってるんですけど、ここからよ、ここからなのよ、びっくりが。まず追加料金に関してなんですけど、時間外加算15万円、深夜加算20万円。わかる。
5時から9時59分まで、または6時から8時29分までに生まれちゃったら時間外加算ということで15万円プラス、深夜加算は10時から5時59分までに生まれちゃったら深夜加算ということで、そんなにあんの？赤ちゃんが生まれたその時間によって、はい15万円プラスだったり、はい20万円プラスになっちゃうの。だから昼間とかに生まれたら特にないんだけど、出産時の時間によって値段が変わるんです。知らなかった。で次、麻酔ですね。基本料金20万円。うちとかなり前だけど、地元の子が出産した時、その子は無痛分娩じゃなくて普通の分娩をしたんですけど、無痛分娩が5万円だから、出産する時にめちゃくちゃ痛いけど5万円って言って産んだって言ってたのがめちゃくちゃ印象的だったんですよ。20万円はてっていう感じですね。でさらによ、さらにこの20万円にプラスして麻酔時間外加算、これもさっきと一緒で5時から9時59分まで、または6時から8時29分までに麻酔が切れちゃったりした場合7万円プラスなんです。はい、さらにこれも皆さんのご想像通り深夜加算がありまして、麻酔深夜加算がありまして10万円です。こちら10時から5時59分までの間に麻酔が切れた場合10万円加算。やばくない？さらに麻酔休日加算10万円。やばいよな。だからマジで最悪の場合、最悪って言ってるのか分かんないんだけど、もう生まれてきてくれたけどね、本当にありがとうなんですけど、一番やばくて休日の深夜に麻酔が切れて追加で打たなくちゃいけない、プラス赤ちゃんも深夜に生まれる、休日の深夜に生まれた場合っていうことになるわけさ。ちょっと大丈夫なんだってな感じなんです。びっくり。まあね、安い病院とかも中で探したらと思うんですけど、私はどうしてもこの病院したかったっていう理由が、動画の撮影をしたいっていうのと、それをね SNS に載せたいっていうのと、あと旦那氏の女性だけの分娩がいいっていう欲が叶えてくれるところがこの病院さんなので、こちらで決定もねしてるんですけども、多分この病院だけじゃなくても他の病院さんでも多分時間外、金額はねちょっと違うかもしれないんですけど、時間外深夜加算っていうのはある可能性があるので、ちょっと全く知らない方はぜひご参考にしていただきたいのと、旦那さんの力がマジでいると思うので、人生面、いやびっくりじゃ。本当に生まれてきてくれるだけで本当に嬉しいんですけど、ちょっとあわよくばね一番安い金額でと思ってしまうのでね、ちょっとよろしくお願いしますはい、という動画でした。皆さん今日も最後まで見てくださって本当にありがとうございます。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、そしてインスタグラムのフォロー、ツイッターのフォロー、 TikTok もよかったら見てください。それでは皆さんの心の健康と体の健康を願っております。またねー。